ゆるキャラに登場してもらいましょう。どうぞ。気をつけてくださいね。前にお進みください。ね、本当にステージ登るのも大変ですよね。はい、足元濡れておりますので皆さん気をつけて上がってきてください。さあ、会場の皆さんも足元本当にぬかるんでおりますので、はい、気をつけてくださいね。あ、僕たちも、はい、せっかくなのでステージの前で楽しんでください。じゃあ最初に、あ、いいですよ。はい、前に進んでください。どうぞ。最初に PR をしてくれる方は、それでは中央にスタンバイをお願いします。はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。さて、こちらのステージ上での PR タイムはお一人様2分間となります。はい、それでは行きますよ。 PR タイムスタート。皆さんこんにちは、メーテレ名古屋テレビのキャラクターウルフィーです。東海三県の方ご存知かと思うんですが、羊の皮をかぶったオオカミというキャラクターなんですが、なんかちょっと中途半端な格好してますね。ウルフィー、ちょっとちゃんと準備してきてって言ったのに、これがすいません、羊の皮なんですけども、今日は、ちょっと脱ぎましょうかね。はい、脱いで身軽なオオカミになって登場しております。はいはい、今年の4月に初めて羊の皮を脱いだんですけれども、その理由は身軽になってフットワーク軽く皆さんのもとに行っていろんな方とつながっていきたいからです。で、ウルフィだいぶ動きやすくなったよね。はい、いろんな人とコラボできるようにすごい身軽になったんですが、なんか特技ができたらしいじゃないですか。見てほしい。おー、はい、というふうに、実はこの10月からダンスが踊れるようになりまして、ダンスを皆さんの前でお披露目しております。メーテレの朝の情報番組ドレスカで踊ろうウルフィーズという中継コーナーができまして、毎日東海3県に中継に出かけて、東海3県の皆さんとウルフィーダンスを踊っています。YouTube のメーテルチャンネルでは元気よくダンスを踊るウルフィーの姿がご覧いただけますので、ぜひ全国の皆さんも YouTube メーテルチャンネルをご覧いただければと思います。あ、何、最後に一つ言いたい。はい、ウルフィーの LINE スタンプが実は10月から登場しまして、全部で40種類の可愛いスタンプウルフィー登場しておりますので、ぜひこちらも使ってほしいとウルフィーが言っております。皆さんどうぞよろしくお願いします。10秒前。じゃあウルフィ最後の10秒でかっこいいポーズ決めましょうか。せーの、ビシッ。はい、以上メーテレ名古屋テレビのキャラクターウルフィでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では一旦後ろに下がってください。次のゆるキャラさん、前にスタンバイお願いします。はい、来れますか。はい、はい、ではマイクを持ってスタンバイしてください。それでは PR タイムは2分間、よーい、スタート。皆さんこんにちは、源氏物語と宇治茶の町、京都府宇治市から来ました茶茶王国の王子茶まです。よろしくお願いします。宇治はですね、はい、宇治茶の本場なんですけれども、王子茶まも名前に宇治茶が入った通り、お茶をモチーフにしたキャラクターで、頭にはですね、茶筅をイメージした冠で、背中も見てもらおうか。背中にはですね、大きく茶の文字が入ったマントをつけています。で、お口に加えているのはですね、抹茶味のおしゃぶりならぬお茶ぶりなんですけれども、こちら取るとですね、よいしょ追いかけてくるので気をつけてください。ごめんね、つけるね。よいしょ。王子ちゃまはですね、F15 のブースで今日宇治の観光のご紹介や、美味しい宇治茶の王子ちゃまのパッケージのプレゼントをしていたりですね、届きたてで今日セントリアで初公開のぬいぐるみのキーホルダーもご紹介してますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。じゃあ王子ちゃま最後にね、ポーズ決めてお写真撮ってもらおうか。せーの、よいしょ。
ありがとうございます。雨の中ですけどぜひ楽しんでください。じゃあお辞儀でご挨拶30秒、よいしょ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では次のゆるキャラさん前にお進みください。はい、では少し後ろで待っててくださいね。はい、 OK です。はい、それではいきます。 PR タイムスタート。こんにちは、熊本県の御船町から来ました船丸です。よろしくお願いします。こういう大きなステージは初めてでちょっと緊張してるのよね、船丸。さて、船丸は肉食恐竜の化石が日本で一番最初に発見された恐竜の里として有名な熊本県の御船町からやってきました。性格はおっとりしていてのんびり屋さん、気は優しくて力持ち、ドジで天然な一面を持つ恐竜、肉食恐竜の男の子です。船丸は実はこう見えても一応は恐竜なんですが、何しろ太りすぎていて恐竜としての風格が感じられないんです。それが今一番のコンプレックスです。恐竜らしくシュッとした顔つき、筋肉隆々な体型になるのが目標なのですが、お肉、特に熊本名産の馬刺しが大好きなんです、ね、ですのでなかなか痩せることができません。どれだけお肉が大好きなのか今日持ってきたんですけど、このステージに持ってくるのを忘れてちょっとプレマルがしょげてます。ごめんね。そういえばですね、この会場に美味しそうなゆるキャラのお友達がいるって言ってたんですよね、船丸。ね、誰だったっけね。美味しそうなですね、群馬ちゃんと言ってるんです。ダメだよ、船丸、仲良くしようよね。10秒前。ちょっぴり食いしん坊でやんちゃな船丸ですが、皆様の清き一票をどうぞよろしくお願いします。G の25のブースにおります。どうぞよろしくお願いします。はい、終了です。ありがとうございました。はい、皆さんしっかり PR できましたでしょうか。 PR が終わったゆるキャラの皆さん、こちらから降りてください。足元濡れてますからね、気をつけてくださいね。ダメだよ。はい、こっちこっちこっち。はい、ありがとうございました。はい、こちらソラステージ。